オクサナ・ポトディコワは、ロシア・モスクワ出身の女性フィギュアスケートアイスダンス選手で現在は、フィギュアスケート高知県振付師。1997年世界ジュニア選手権2位。パートナーは、デニス・ペチュホフ。デニス・ペチュホフとカップルを結成し、1996から1997年シーズンの世界ジュニア選手権に初出場し、2位となる。翌1997から1998年シーズンからは、創設されたばかりの ISU ジュニアグランプリに参戦。JGP ブラウエンシュベルター杯で優勝し、JGP ファイナルでは2位となる。2度目の出場となった世界ジュニア選手権では3位となった。1998から1999年シーズンからは、シニアクラスに転向し、ゴールデンスピンでは優勝を飾る。翌1999から2000年シーズンには、ISU グランプリシリーズにも参戦し、ロシア選手権では3位となり、2000年、欧州選手権に出場するまでになったが、シーズン終了後に、デニス・ペチュホフとのカップルを解散し、後に引退。引退後は、フィギュアスケート高知県振付師として、活動を始めた。ありがとうございます。